それではですね、今回の動画では Excel の OR 関数、こちらのね使い方をやってみたいというふうに思います。でこの OR 関数なんですけども、言葉で説明すると、論理式に指定した条件のうち、1つでも当てはまる場合は true で返して、すべて当てはまらなかった場合に false で返す関数ということで、 えと別の動画でね解説してるアンド関数と一緒で if 関数なんかとね組み合わせで使うことっていうのがほとんどなんですけどもこの動画ではまあ単独で使うやり方をねやってみたいというふうに思います。それではねこの表を使って or 関数の使い方をやってみたいと思うんですけどもそれでは今回はまあ筆記試験の点数ねこちらが85点以上または面接の点数が80点以上だった場合に true で返すという形でねやってみたいと思います。 それではねここの合否の、えー、ここのセルをクリックをして関数の挿入ボタンですねここを押します。でこの OR 関数は関数の分類で言うと論理にありますので論理を選んでそうするとこの画面の中に OR 出てくると思いますので OR を選んで OK と、はい、でまずじゃあこの論理式1のところに、えー、筆記試験の点数が85点以上だったらと入力します。 で次に論理式2をクリックをして、今度は面接の試験の点数が80点以上と入力をしてもらって OK と。はい、そうすると、今、こちらはえこの条件に当てはまったので、ね、true という形でえ表示しました。であと、下はそのままコピーをしてしまえばですか、ねはいえー、出るという形ですね。なので、両方の条件に当てはまらなかった場合のみ、ここのファルスが出るというような形ですね。 はい、こういったような使い方をオア関数の方していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますそれではね今回の動画は以上になりますありがとうございました